どうもクルーの皆さん、アマング2戦目、やっていくわ。今回は前回に比べて人数が増えたな。新しい方の紹介は後々、とりあえずやっていこうか。前振りはいらねえ。最初っからクライマックスだぜ。一番最初っからインポスターだな。仲間はテトさん、マイクラ勢のコンビネーション見せつけてやりましょう。でも今マイクラやってよし、張り切ってやっていくぞ。コラボ相手を編集の暴力で消すな。とりあえず最初は信頼を取りたい。鬼嫁さんと打剣銀さんと一緒に行くわ。打剣銀さんは今回から参加。ポケモンとかの動画を上げてる方で、画力がとんでもない。ついに人間になれたんだな。妖怪人間みたいな扱いしないで、最初はとりあえず鬼嫁さんと行動していこうかな。お、横の青い方も前回いなかったな。この方はコードネーム M さん。実況者とかではないけど今回参戦してもらったわ。それで酸素枯渇を起こしたはいいが、タイミングあったらキル狙いたい。鬼嫁さんとはぐれたな。もうこれ M さんやるチャンスじゃない。そんな雑なキルして平気か。多分大丈夫でしょ。プロゲーマーさんからまたコメントいただくかもな。プロゲーマーさんありがとうございます。賞金かかった大会に向けて練習とかしなくていいんですか。ってことでとりあえず M さんダウン。めっちゃリスキーだけどな。まあ多分誰も見てない。平気。あ、これ終わったかも。このタイミングで鬼嫁さんの会議。これ M さんやったのバレてそう。またクソプレイヤモング動画か。コラボは新規視聴者が増える。ここで負けるわけには。皆さんチャンネル登録お願いします。機械を見つけたわけじゃないんですけど。おいおいおい死んだわ私。モリモリさんが電気室入っていって。お、これは？様子見でついていったらいなかったんですよね。あ、はいはい。弁当入った感じですかね。首の皮一枚繋がったな。いやいやいや僕電気室いましたよ。いやーこれはちょっと怪しいな。いや、待って、さっき俺が M 室のタスクしに行った時、モリモリさんを待っていますってなってたぞ。それが出たってことはモリモリさん白ですね。これ鬼嫁さん怪しくないですか。押し付けてきたし怪しいって。これワンチャン鬼嫁さんが M さんやって、緊急会議で消した説ありません。あー確かにありえるかも。投票は結果、鬼嫁さんとスキップで同票に。なんかわかんないけどいい感じになった。なんかうまいこと押し付けれたな。まあそもそもここ、初心者の方の集まりだからね。そこを利用した最低な作戦ってことか。私の柔軟性が輝いたって言ってほしいわね。そしたら次狙うべきはただ一つ。私と鬼嫁さん、もう一人がいるところで、もう一人をキルして鬼嫁さんに押し付ける。だいぶ疑われてたから、ワンチャンありそうだな。ただなんか全然チャンスがない。だいぶこの辺人固まってるな。プラズマさんも来て5人いる状況。プラズマさん、モンストを普段やられてる方だぜ。雷属性系チャンネルで親近感ある。意味わかんないジャンル作るな。なんとかここの人を分断させたい。酸素枯渇起動。これでワンチャン。サルガタナスさんとプラズマさんが直しに行って。来た来た来た。他に人はいない。銀さん覚悟。そして速攻魔法。セルフレポート。あとは私がやることは簡単。鬼嫁さんがやった。カフェテリア左上でやってるの見ました。これはさすがに。さっきのやつ的にそういうことか。いや、これきっとライデイタさんだわ。いや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 違います違います。だってさっき M さんと一緒にいた。いやいや、左上でやってましたから。さっきから危険な橋渡りすぎじゃない？これライデイタさんと、サルガタナスさんだわ。え、待ってなんで？サルガタナスさん飛び火してない？まあ鬼嫁さんは確定ですかね。あとこれ別の話なんですけど、テトさんが通信室に長時間いたのが、本当にタスクやってたかなって。あーはい、めっちゃタスクしてました。とりあえず鬼嫁さん釣るとして、今回はインポスター2人だからもう1人いるんだよね。まあ6人いるんで、様子見でいいと思います。私はやってない。私違うのに。まあ結果的に、だいぶいい流れになったな。最初のキルと会議のタイミングが良かった。しかも全員鬼嫁さんがインポスターだと思ってる。そして人数は6人。残りインポスターは2人。あえて言わせてもらおう。ノーコンティニューでクリアしてやる。マジで考えうる最高の状況だな。あとはキルクールダウンを稼いで、ダブルキルすれば私たちが勝てる。行くぞテトさん。必殺技発動。必殺技失敗してませんか。これはやっぱバババババすぎる。やばいバイスでリミックスするレベル。日本語でオケ。まあつまり年貢の納め時ってことだな。今誰がキルしました。一番近かったのテトさんだと思うけど。これはまだギリギリワンチャンあるのか。マジでさっきから危険すぎるだろ。これテトさん釣り。いや、ちょっと待ってください。タスク残ってるのって今誰ですか。自分が1個残ってますね。あ、自分も1個残ってます。インポスターが残り1人なの確定なら、ミスって釣って4人になるより、全員でタスクついていきましょう。あとは幽霊の人っぽいし、それでいけるかもね。それじゃ先にプラズマさんからで。いやマジで首の皮一枚繋がったー。さっきからマジでデンジャラスプレイだな。今の会議で私が疑われてたら、
鬼嫁さんがインポスターじゃなかったってなってだいぶヤバい状況になってたかもな。若干重なってたのと疑われたのがテトさんでまだよかった。そしたらあとはキルクールダウンを稼いでラスト一人を切るしたのはテトさんだったけど無事勝利。マジで危険な橋渡りまくったな。サスケみたいな橋渡ってたかも。さっきギリギリキルできなかった。鬼嫁さんインポスターじゃなかったってこと？いやーマジでなんとかなった。そして当分インポスターはいいかな。マジでずっと心臓バクバクだったんだぜ。そしたら次は善良なクルー。クルーは全員善良ですよ。ピキー私悪いスライムじゃないよ。そもそもスライムじゃないだろ。揚げ足取り職人。お、鬼嫁さんが左側から来たわね。さっきは押し付けたけど、今度は仲間。まあ今度は仲良くやりましょうや。ああ。はあ。さっき押し付けられた恨みだな。そんな個人的な動機？ああ、しかもゲコさんと M さんがこっち来てる。一応鬼嫁さんは逃げたみたいだが。早くないですか？右上で死んでました。俺は M さんと一緒にいた。こっちは5人管理室にいました。あれ？これはまずいやつなんじゃ。鬼嫁さんどこにいましたか？私は、ストレージにいました。それはさすがに無理があるのでは？誰かとすれ違いませんでしたっけ？すれ違ってない。ですね。僕ら5人管理室いましたしね。これは、あれだな、5人固まってたのが予想外だったパターンだな。さすがにこの状況はまあ厳しいよね。鬼嫁さーん。いやー、すぐはさすがにダメなんだね。さすがに今のは無理がありましたね。もう一人ぐらい孤立してるでしょ。って思ったら無理だった。しかももう一人のインポスターの方も初心者だし、なんかもう申し訳ないな。そしてもう一人の方が前線するも、銀さん弁当入りまーす。これはもう厳しかった。インポスター二人だとこうなると逆にきついな。ちなみにキルされた時ウプ主大爆笑だった。キルと同時に頭のネジ全部飛んでった。それじゃあ銀さん追放しましょうか。誰を撃っている？こんな世の中でいいのか。結局それ犯人側のセリフなんだよな。銀さんごめんなさい。私目線だとめっちゃ面白かったですよ。それ何のフォローにもなってないよね。そしてまたしてもインポスター。相方はモリモリさん。EFT 勢のコンビネーション見せつけてやりましょう。でもタルコフの動画めったに。はい、それじゃ序盤は信頼を勝ち取るところから。さっきから相方に嫌われることしてない？信頼は勝ち取るもの。自分の行いにおのずとついてくる。じゃあお前の場合信頼度ゼロだな。孤独だけを強さにするのが私だから。椎茸ちゃんと食べろよ。まあさすがに序盤は暇。適当に様子見ね。最初の会議が起きてから早速最初の会議が起きたわ。というかこの黄色の最初のマッチから不遇すぎない？おいこれ動画死ぬぞ。動画投稿者だからこその不安。自分とライベータさん一緒にいたんで今のは白ですね。今カードタスクで4人重なってたとこでキル起きました。自分とモリモリさん、鬼嫁さんとプラズマさんが一緒にいましたね。狙ったわけじゃなくて安心した。モリモリさんがやっちゃったパターンっぽいな。自分今わざとカードやらずに見てたんですけど、M さんがやってたような気がする。いや、自分カードキーやってたんですけど、いつまで経っても終わらないんですよね。ここにまたカードタスクの被害者が、あのタスクも早わなみたいな扱いになってない？とりあえず最初ってことで今回はスキップ。重なってたからわからなかった感じだったな。ただモリモリさんも私も疑われてない。ここからヘマしない限り結構有利でしょ。お、ここで緊急会議をゲコさんが始めた。はいはい、モリモリインダクト。ヘマしない限り。いや、ちょっとダクト掃除してただけですよ。絶望の言い訳で草。さよならモリモリさん。来世でまた会おう。SAO 的な感覚でこのゲームしてる？あ、僕も言いたいことあるんでいいですか？ M さん多分、というか間違いなく白ですね。ちなみにその根拠は？ずっと管理室でカードタスクやってました。いやあれ本当に難しいですね。そんな白書くの方法ある？これモリモリさんを救う方法もないしな。余計なこと言ったら私が怪しまれるし、さよならすべてのモリモリさん。モリモリさん初号機が追放されていったな。ここからはプログレッシブに行かないとね。迷宮闇のスケルツォ。とりあえずなんとなくでプラズマさんを殺して、なんで？雷属性系チャンネルだからね。キャラ被ってるから殺す。同業者を減らす。これが YouTube のコツ。やってるゲーム全然別ですけど。プラズマさんがバレた。のはいいんだけど、タスク進行度的に無理だ。タスク残ってる人が急に倒れでもしない限り無理。誰か、私にデスノートを、今すぐ、リアルインポスターやめろ。さすがにまあどうしようもなく、敗北ね。というかさっきからゲコさん弁当よく見てるな。千里眼持ってる可能性があるわね。そしたら次はクルー。
クルーの方が心が落ち着く。動画映えのこと1ミリも考えてない。誰だって求めるのは安定。安定とは程遠い食用のやつが何言ってんだ。幽霊になれば食用なんて関係ない。背後から近づいてくる銀さんに気づかなかった。そしてその男に毒薬を飲まされ永遠に目が覚めなかった。第1話だけで終わる世界線のコナン。お、そしてついに死体が発見されたわね。全員の考察聞いてるのも楽しいよな。あれ、なんか私以外にもう一人死んでる。マップで見えないが誰だ。手を見よめさあ、なんですって。いやさすがにさっきからヤバくない。あまりにも最初に死にすぎてる。この後いろいろあってインポスター一人になったんだけど、 M さんのカードタスクが一生終わらない事件。この方のカードタスクでラストだぜ。一生やってるぞ。みんなが M さんのこと見てる。これ終わるよね。見てるというかなんか冥界に連れて行く呪いの踊りしてない。ちなみに幽霊だけじゃなく生存者も見守ってる。これもうインポスター積んだパターンだろ。そして M さん諦めの緊急会議。できなさすぎて、まさかの会議。いや、すいません、何回やってもカードキー無理です。そんな悲しい報告の会議あります。いや、もう任せてください。さっきここの場面でアドミン確認して銀さんがベントでテレポートしたの見ちゃったんで。ゲコさんがついに M さんを救った。あれはね、もう無理です。幽霊も多分あそこいたんだろうなって。霊能力者みたいな推理。実際全員あそこいたからね。そしたら今回はこの辺で。鬼嫁さんの動画が不安だけど、ちなみにこの動画の50倍面白い動画ができてたぜ。コラボしてくださった方々の動画とチャンネルは概要欄から。コメント、高評価、チャンネル登録よろしくだぜ。それではご視聴ありがとうございました。